皆さんこんにちは。ストレンジシード静岡2020ザパークスタッフの草野です。今回はオンラインで視聴の皆さんに、これを見たらますます静岡に来たくなるお酒に合う静岡グルメをご紹介します。はい、それではお待たせしました。静岡の夜を存分に楽しむ方法をお教えしたいと思います。乾杯。静岡人のソウルフード、静岡おでんをご紹介します。見てください、この色。静岡おでんの最大の特徴はこの茶色い色だと思います。この色、なぜこんな茶色をしているかというと、醤油ベースのタレで煮込んであるからなんです。なのでこれ、煮込めば煮込むほど茶色くなってきて、私がご飯食べに行ったりした時に茶色いのが出てくると、わー静岡おでん来たなというふうに思います。そして2つ目の特徴はこの刺さっている串です。静岡おでんの具材はほとんどすべてこの串に刺さっています。私たちはこの串を持っておでんを食べて、で食べたこの串を置いておくと、だいたいそれでいくら食べたのかというのが分かるようになっています。なので静岡の駄菓子屋さんには昔おでんのお鍋があって、この串が刺して売られていたそうです。今でもそういうお店が残っています。3つ目の特徴はこちらのだし粉です。これはイワシの削り節と青のりを混ぜたものがかかっているんですけど、この出汁が醤油ベースのこのタレとマッチして、もう大変大変美味しいです。お店によってはさらにここに味噌だれをかけたりですとか、からしが加わったりとかして、そのお店独自の味になっています。あなたの大好きな静岡おでんをぜひ静岡に来て見つけてください。静岡人だったら誰でも食べたことのある黒はんぺんフライをご紹介します。はい、こちらの黒はんぺんのフライなんですけど、まずこのはんぺんというと皆さん白いイメージがあるんじゃないかと思うんですが、静岡のはんぺんは黒い、いやむしろ黒くなきゃはんぺんじゃないというぐらい、静岡人にはこの黒はんぺんが馴染んでいます。これなんで黒いかと言いますと、このイワシとかサバとかアジとか、そういった青魚のすり身を利用して、それを茹でて、でこの半月型にしたものを我々ははんぺんというふうに呼んでいます。このはんぺんがですね、焼いても揚げても煮てもそのまま食べても美味しいという、もう大変優秀な食材になっていまして、でこの黒はんぺんのフライは学校給食でも出るほどとても栄養価の高いものになっています。なので私たちは子どもから多分お年寄りまでこの黒はんぺんが大好きです。いやもちろん子どもの頃も大好きなんですけど、大人になってからの一番の楽しみはお酒ですよね。この黒はんぺんフライがビールとめちゃくちゃよく合うので、静岡に来た際はですね、夜は黒はんぺんフライとビールで決めてみてください。やっぱり港町、静岡の生しらすをご紹介します。見てください、この生しらす、キラキラして宝石みたいですよね。一般に流通しているシラスというのは、これを釜揚げした釜揚げシラスがよく見られる感じになっていると思うんですけど、静岡では水揚げされたばかりの生シラスをこうやって楽しむことができます。港に近い県だからこそできる食べ方です。この生シラスが私大好きなんですけど、これお寿司の軍艦にしてももちろん美味しいんです。で最近もですね、このシラスを使ったスイーツなどもちょっと開発されているみたいで、そのスイーツはですね、スイーツ編の方でご紹介しましたので楽しみにしていてください。さあこのキラキラした生しらすと、
今日は何を合わせようかな。やっぱり日本酒ですかね。静岡のお刺身といったらこれ、マグロの赤身をご紹介します。いやー、見てください、このマグロ綺麗ですよね。静岡の清水港は冷凍マグロの水揚げが日本一なんです。なので静岡では新鮮なマグロをいつもこうやって食べることができます。どこの居酒屋さんに行っても割とマグロのお刺身あるんですけど、私はやっぱり一番この赤身が美味しいかなというふうに思っています。静岡の港にはこういったマグロのお刺身とか、他のもちろん海産物もとても美味しいので、それを直で食べられる併設した市場があったりとかするので、ぜひこの静岡観光に来た際は港というのも視野に入れてみてください。マグロ丼っていうのもなかなかいいですよ。では私はこのマグロと日本酒でこの後楽しみたいと思います。静岡の地ビール、青いビールをご紹介します。なんと静岡にはですね、クラフトビールの作っている醸造所がありまして、この青いブリューイングというところなんですけれども、こちらが今この3つのビールを定番ビールとして出してくれています。今私が手に持っているのがお茶エールといいまして、掛川さんの深蒸し茶を利用したビールになっているそうです。ビールってお茶から作れるんですね。後でちょっと試しに飲んでみたいと思います。それからこちらは定番のビールなんですが、こちらがゴールデンエール、爽やかな飲み口のビールです。そしてこちらがドイツ製造のペイドバケーション、深いコクが特徴のビールだそうです。自分の出身県に地ビールがあるのってすごく嬉しいですよね。静岡は特に地ビールが盛んなので、青いビールの他にもいろいろあるのでぜひ探してみてください。青いビールさんは静岡の街中にビアスタンドもあります。静岡駅の近くにありますので、ぜひ静岡に来た際は直接青いビールを楽しんでください。はい、それではお茶エールと黒はんぺんフライと静岡おでんをいただいていきたいと思います。開けます。ダメだよっ。これ瓶ビールって、これ開けるのも楽しいですよね。はい、では早速お茶エールを継ぎます。おー、いい音、いい音ですね。あ、色が綺麗ですね。ちょっと普通の色より薄めかなという感じがします。じゃあ失礼して、先に黒はんぺんですよね、こういう時は。いただきます。いい音で、すかさずこれを。お茶も香りがします。今口の中がすごい静岡。もう一口。うわー、飲みやすい。これ普段ビールあんまり飲まないっていう方もすごい飲みやすいビールです。あんまり苦くなくて、でちょっと経つと口の中にふわっとこのお茶の香りが広がってくるので、あー、深蒸し茶だな、ちょっと高級なこのお茶を飲んでるような感じがします。いや、いい絵面ですね。今こちらで黒はんぺんのフライを食べたので、今度は黒はんぺんの静岡おでんをいただきたいと思います。半月型です。味が染みてる。やっぱこの断面まで染み込んでるのがいいですよね。おいしい。そしてまたお茶エールを。
うん、やっぱり静岡人なので黒はんぺんとこのお茶とさらにそこにアルコールが加わったビールというこの組み合わせがもう最高です。今日は素敵なレポートをさせていただいてありがとうございます。皆さんもですね、このぜひこの組み合わせを試してもらいたいので、青いビールのお茶エール、黒はんぺんのフライ、静岡おでんの、これをローテーションして食べてみてください。静岡の夜は楽しいですよ。皆さんいかがでしたでしょうか。まだまだ知らない静岡グルメの数々、次回静岡を訪れた際にはぜひお酒のお供に堪能してくださいね。それでは引き続きストレンジシード静岡2020ザパークをお楽しみください。